うるさいって、お前は出てくん、うるさいっての、出てくんじゃないっての、お前何やってん、うるさいな、お前アヒル、アヒル、こら、アヒル。というわけで皆さん、こんにちは、くぎつね青でございます。よろしくお願いします。すいません、うちのアヒルがうるさくて本当にね、あの締め殺してきました、ね、すいません本当にすいません本当に。はい、というわけで、こんにちは、くぎつね青です。今回もやっていきましょう。笑ってはいけない、笑ってはいけないぞということでやっていきたいと思います。笑ったらそこでね、実況終了しなきゃいけないというこの鬼畜なイベントじゃないです、実況です。はい、よろしくお願いいたします。というわけでやっていきましょう。皆さん、勘のいい人はここでもう気づいてるんじゃないかなと僕は思ってるわけですよ。はいはいはい、ちょっと噛んじゃったけどね、今ちょっとか終わったけど、ちょっと噛んじゃったけども、皆さん勘のいい方だったらこれ気づいてんじゃないかな。何回見たことあんな、過去の実況で何回見たことあるなっていう感じなんじゃないですか。皆さんタイトル見たら気づきますよ。皆さんね、このバカゲー実況を見てる人だったらタイトルで気づきます。はい、だけでということでやっていきましょう。はい、タップしてスタート。なんか見たことあるんじゃないですか皆さん、この感じ見たことあるでしょ、パパさんあのトゥーティーパーティーの、あのトゥーティーパーティーの作者が新しいの出してやったちくしょ新しいの出してやったちくしょこの変な顔をかぶるとナップナップチェミスルが湧き上がる。もうまた湧きあかんねん、あの謎ゲー、あの訳の分かんなかった謎ゲーが帰ってきた。皆さん、あのトゥーティーパーティー、トゥーティーパーティーの皆さん覚えてますかね、えナンバー3だかぐらいでやったトゥーティーパーティー、トゥーティーパーティーのやつですよ。皆さん、作者がまた新しいの出してやがった、チクシュなんかね、パパさんに聞くとですね、あのトゥーティーパーティー、トゥーティーパーティーの実況、ナンバー3ボリューム3ですか、見た後にパパさん、なぜか自分のお子さんに向かって、それトゥティパティだよ、トゥティパティ、トゥティパティって言ってたみたいですよ。わけがわからない、パパさんの行動がわけわからない、なぜか耳に残ってしまって自分の子供にトゥティパティ、トゥティパティ言い始めるというですね、暴挙に出てますから、あの人は。というわけで、この変なのをかぶるとナップナップチェミスルが湧き上がる。今度はナップナップチェミスルって言うんじゃないですかね、実際ね、あの人天然です、ああ見えて。はい、よろしくお願いします。じゃあやっていきましょう。この変なのをかぶるとナップナップチェミスルが湧き上がる、湧き出るですね。お願いします。笑ったら終了です。いきます。ナップ。はあ？ナップ？今ナップって言いましたよね。押してください。はい。チェミスルー。ムカつくー。またムカつくぜ、チクシュー。ムカつくぜ、また。このやってるチェミスルー、この煽ってくる感半端ないっすね。このやってる人を煽ってくる感じ、ゲームする人を煽ってくる感じ。オフィス、私は偉い、だから高圧的な態度を部下に対して取っている、パワハラなって言葉は俺なんか途中で聞いたな、てんてんてんと。またムカつく顔描いてきやるぜ、本当に絶妙なよ、ピカソ。ナップじゃねえんだよ、ナップじゃないんだよ、ナップってついてるのはナップサックかスナップ写真のどっちからからね、ナップってついていいのは。おい君、また遅刻か、ナップ。ちょっと落ち込んだ感じで言うな、落ち込んだ感じで、ナップってちょっと落ち込んだ感じで。全く反省をする気はない、めんどくせえ、帰りたい、眠ってんだしょうがねえだろうかな、多分聞けてるけどね、ナップ。申し訳ございません。ナップ。え、寝坊しちゃった。ナップ。君が遅刻をたくさんするから。ナップ。私は今、とてつもなく怒っていますよ。ナップ。やべえ。ナップ。課長、超怒ってんじゃん。ナップ。プンプン。ナップ。いや、プンプンって口で言うやついねえんだよ、まず。このままだと、顔面をぶん殴られちゃうかも。ナップ。プンプンプン。ナップ。どうしよう。ナップ。ナップ。そうだ、ナップ。
遅刻した理由をうまいことごまかしてさ、ナップ、なんとか許してもらおう、ナップ、プリリリリリーン、ナップ、課長、ナップ、なんだよ、ナップ、あのですね、ナップ、遅刻には理由があるんです、ナップ、え、そうなの、どんな理由なの、ナップ、実はですね、ナップ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 、ダメだ、いい感じの遅刻の理由が思いつかない、ナップ、なんだよ、理由を言えよ、ナップ、うるせえ、 Be with you、 ナップ、こうなったら、ナップ、昨日突然会えた謎の生命体からもらったあれを使うしかない。急にナップ言わなくなったの。そんでクリックしたらナップってずっと言い続けたら急にナップ言わなくなったの。ちょっと気にするじゃねえか、こっちが、ナップ、まずは集中します、ナップ、ぐぬぬぬぬ、ナップ、ぐぬぬぬぬ、ナップ、ぐぬぬぬぬぬぬ、ナップ、ぐぬぬ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 、ナップ、ババーン、ナップ、さあおでこのボタンを押すんだ、ナップ、ナップ、チミする、ナップナップ、チミする、なめんなよマジで、なめんなマジで、バカにするのもいい加減にしろお前、ほんとに、チミする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 、ウルトラマンのつもりかい、ウルトラマンのつもりだろお前、ナップ、すごいすごいぞ、ナップ、爆速で思考が湧き出てくる。今日のご飯、天ぷらうどんとボールペンを人はもっと評価、ぐしゃぐしゃの紙、飲む水は美味しくない。途中気になるな、顔どかせ、ここの文字が気になる俺は、顔どかせ一回、その決まり決まった顔をよ、ナップ、いける、これならいけるぞ、ナップ、課長、遅刻の理由を聞いてください、ナップ、実はこんなことがあったんです。もうじゃもうじゃし、ナップナップチビスルどこ行ったんだよ、モーザモーザって言い始めた急に。でね、もうじゃもうってことになって、いやわからんわ、もうで、もうじゃもう、そしたら、もうじゃもうじゃしてってことになって、もうじゃもうじゃ、それから、もうじゃもうじゃしているってなって、なんかモーザモーザしてるチェミスル全然関係なくなってんじゃねえか、もうじゃもうじゃしている、ちょっとずつちょっとずつその解放してくのやめろ、その何言ってるかちょっとずつ解放するのやめろ。そしたら急に、もうじゃもうじゃし、さらに、もうじゃもうじゃしている、モザモザしてるって何、マジで謎なんだけど、で、もうじゃもう、ところが、もうじゃもうじゃし、とまあここまではよくある話なんですよ。全然ねえけどな。何が起こってるか全くわからんし、そんでな。しかしですね、すっごいまだなく、もうじゃもうじゃしている。ゴンブとマイル。あいつと俺の人間関係、もうじゃもうじゃしている。明日のお昼のピリ辛焼きそば、もうじゃもうじゃしている。あの子に対、いやそりゃ、いい加減にしろよ本当に。もう笑うとかじゃなくて怒りが込み上がってくるわ。なんやピリカの焼きそばって、なんやピリカの焼きそばって、なかなかねえぞ。ピリカの焼きそばってあんまないからね、言ってるけど、ソースが濃いとかあるけど、ピリカの焼きそばってあんまないからね、自分が七味入れない限りはな。なんやその顔は。という理由で遅刻したのです。ナップナップ、やっとナップ帰ってきたな。ナップ。そうか。ナップ。大変だったな。いや、納得するんかい。ナップ。はい。ナップ。オッケー。そしたらさ、今日から君は社長だ。ナップ。チュピリーン。ナップ。謎の人事権発動じゃん。チミスルー。ありがとう。ナップナップチミスルー。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 また変な歌くんじゃねえか？エンディング。もうじゃもうじゃしている、ほらな、あいつと俺の人間関係、もうじゃもうじゃしている、モーザモーザって何なんだよ。
明日のお昼のピリ辛焼きそばだろ、もじゃもじゃしてる。あんまねえんだよピリ辛焼きそばってよ。あの子に対するねじれた気持ちが、ねじれてんだったらもうやめちまえや。もじゃしてる、恋してんじゃねえのかよ、ねじれてんのかよ。カラスにもらったスチールウールがもじゃもじゃしている。カラスにもらった、弊社の都合で申し訳ないけどもじゃもじゃしている。もじゃもじゃだね。イカの刺身を食べてる時こそもじゃもじゃ、むちゃくちゃな歌やな、むちゃくちゃな歌やな。カラスにももじもじゃ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 しているなんだね、これ。もじゃもじゃしているなんだね。カラスにもらったスチールウールで。変なもんもらいやがって。終わった！終わった！危なかった！カラスのスチールウールのとこマジで危なかったよ。ムカつく！なんだよこの実況も！相変わらずわけわかんねえよ。思考がぶっ飛びすぎてんだこいつ！作ったやつ出てこい！スチールウール鼻に詰めてやるから！